ナスカー最終戦は、ここシャーロットにて行われます。画面に映っている剣です。ビックル、ゴードン、ジュニアの4人がチャンピオンを争います。コンテンダー4人は、全員10番手以内からスタート。その中でポールは宇田川です。Gentlemen, start your engines! 各社パレードラップに入ります。4ワイドでのパレード。15周で争われます。レーススタート。ゴードンが順位を落とします。ラーソンがトップに浮上、ジュニアもリードを狙います。2番手争いが接近。ビックル、ケンゼスも上がってきました。ジュニアがリーダーになりました。後方も迫ってきます。ビックルが2位に浮上、ゴードンも続きます。さらにビックルがリードを狙う。サイドバイサイド。ゴードンとラーソンも争う。さらにケンゼス。上位4台がチャンピオン争いになりました。ゴードンがジュニアを狙う。リードチェンジ。今度はケンゼス。ビックルは3ワイド。ステンハウスがスピン、そしてカイルもクラッシュ。カイル・ブッシュがステンハウスを押し出すも、接触時クラッシュ。リスタートです。3ワイド。ジュニアが順位を落とします。ケンゼスがゴードンをパス。多重クラッシュ発生、ゴーションです。ロガーのガスピン、後方が一気に巻き込まれました。レースリスタート。ビックルが上がってきました。ケンゼスが再びリード。しかしゴードンも狙い返します。ビックルが2位に浮上。ターン2でトラブル。ロガーのガスピン。オーバータイム、残り2周の争いになります。ロガーの破単独でのスピンでした。残り2周でリスタート。ケンゼスがリード。ビックルがインサイドへ。ゴードンとケンゼスが接触。ファイナルラップ。ビックル対ゴードン、ケンゼスジュニアも来た。しかしゼニンクラッシュ。ニューマンが優勝。チャンピオンはビックルです。祝福を受けています。そしてダブルバーンアウト。長かったシーズンを制したのは、ラウシュフェンウェイレーシング、グレッグ・ビックルです。下位カテゴリー2つを含めたトリプルクラウンの達成となりました。レースはニューマンが制し、クラッシュを避けたドライバーが続きます。古賀選手もトップ20でフィニッシュ。敗れたコンテンダー3人は30位以下に並んでいます。開幕戦から4年半にわたったシリーズですが、これにて終わりとなります。今までありがとうございました。